こちらにもね、メール来てるんですけど、毎回楽しく聞かせていただいております、おかめちゃんね、この度は公開録音を開催されるということで、嬉しい限りです。かなりの倍率が予想されますが、ぜひとも参加したいと思っております。さて、公録のテーマが、小野坂さんを癒すということですが、小野坂さんを癒すためには、まず形から入った方がいいのではと考えました。そこで会場にいらっしゃるリスナーさんに着てほしい服装や、服の色、髪型など、ございましたら教えてください。行けることになった暁にはできるだけ小野坂さんの要望にお応えし、全力で小野坂さんを癒したいと思います。これもう書いてますから、書いてあるね。おかめちゃん、はい、これも全員これはもう知った上で来るわけです。合意なんだ。合意だから。そこで何が行われようと。合意だから僕は怒られません。ちょっと。ニナちゃんも合意の上でこれを、イベントを受けて、てくださったら、ちょっと待って、いや、癒しますよ、ちょっと知らなかったから。楽屋でね、愛嬌はすごいね。違う。そんなの OK なの？いや、みんなだけだったんだよ、知ってたのは。出演者は知らなかった。土下座しちゃう。上かなって思うようなね。バカバカ。あの雰囲気が、ね。バカバカ。ごめん。ふわふわしていいよ。これ僕も出るんでしょ？出ます。サトリナも出るんでしょ？はい。で、サトリナが、なんかよくあんの。割れてる時に、おい、僕はどうしてやったらいいの？お前はいいなっていう顔で俺を見てる。そうだよね、いいなってなって、いいなっていう顔しながら俺を見てる。ちょっとかがまなきゃいけないでしょ。おいとっ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 てかがんで、いやいや、だってほら、男は後ろの方に座れって言われてるわけだからさ。いや、出演者だから前にいますよ、大丈夫。神谷くんはだから、読む時とか前に出てきてくれれば大丈夫。読む時とか、必要な時だけステージ上に声出てきてくれれば大丈夫。あと袖に待機、黒子みたいな。袖じゃないよ。ちょっと。ちょっと当たってないみたいなところ。じゃあ、小野坂さんが、2列目のお前、その右から3番目のちょっとステージ上来いや。って、おっ、ふえって言って、パーッと、チュッってやってたりとかするのを、横田さんと犬は横に。小野坂さん、いいっすねって言うから。いいっすね。その間お客さんとかどうしてればいい？ざわざわして、ざわざわ。え？お、何それ？なんだ、癒されるの？癒されるっていうか、癒さ、まあ小野坂さんは癒されるのかもしれない。世紀末だよね、それね。よく見る悪役のやつですよ、それ。よく見る悪役。そう、やられちゃうんですよ、救世主に。完全に世紀末だよね、それね。あの学校みたいになってるよね。大丈夫かな、それ。ドーチンくんとこの、そうだよ、力だっつって。いやうわぁ、そんなイベントなんだ。いや、違います。そんなイベントだったら来る人半分ぐらいになっちゃうんで。まあ、優しさを見せてくれてもいい。じゃあ、どんなのがいいですか？そうだね。叶えられる範囲で。それはね、考えていこうと思ってるんですけど。7月29日だから、ミニスカート盛りですな。そうですな。あれもいいね。浴衣も。浴衣はいいですね。浴衣、私もテンション上がります。お前浴衣割と好きだもんね。浴衣好き。女性ね。浴衣はいいですよね。ニナちゃんそう言ってたら、リナちゃんも着なきゃいけない。着ます浴衣。着ます浴衣。え？なんだって。ノーパン。ダメですよ。パンツバレー。まあでもね、他の人もいるんですよね。ラインが見えないように。あ、これがラインがでしょ？そう。ラインのね。そうそう、あれあるからね。ここのところライン出ちゃうからね。そうなんだ。履かないっていう人いるでしょ。しかしながら。これは日本くらいの、その、あれでしょ、着物の時とかは、パンツはね、できないしない。なんだって？パンツはね、みなちゃん、こういうこともあろうかもしれませんけど、いやいや、大丈夫です。ラインが出ない素材にするので。出たー！ティーバック履きます。あ、違う。浴衣をね。ティーバックでしょ。違います。もうその話はいい。浴衣にしよう。いいですね。浴衣なの？ハードル高いかな、みんなに浴衣っていう。じゃあみんな浴衣は、あ、そういうことじゃない。だから、浴衣の、こう見ますよっていうことにしとけば、割と来てくれるんじゃない？あ、なるほどね。うん。浴衣で来てくれたら見ますよ、その子のこと。めっちゃ見ますよ。浴衣とミニスカートはどっちがいいの？いいね、神谷さん、その質問。顔が何なの、そのいつになくやる気に満ちた顔は。いいね、神谷さん、いいね。選べねえな、それ難しいな。どっちでもいい。いいな、ミニスカートいいですね。でもね、神谷さん、ミニスカートだったらトップスはどんなのがいいの？ブラウス。普通のブラウスなの？
夏ですけど。夏だと、すごい、あチューブトップとか。そうそうそう。チューブトップあんまり好きじゃない。あんま好きじゃない。だって、こうしたらもうすぐ、ずんすぐ、あなたもうすぐ、ズンチョンってできるね。そう、すぐだよ。ズンチョンって。ズンチョンってなんだ。ズンチョンだって、肩紐とかあれ出ちゃうから、なんなの今。ズンってやったら、ズンってやったら何肋骨が。疲れてるんだよ。なんだ、おじいちゃんだね、もうね。無理だよね。もうダメかもしれない。じゃあ、ちょっと、その前から3列目の、左から4番目の子、前上がってきて、ズン、ボキ、うわーってなるでしょ、おじいちゃん。ピーボー。ピーボー。あー、中止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 小野坂さん不在でやりまーすってなるよね。一人目でもダメだね。じゃあもう、チューブトップ。チューブトップ。そうだね。危ないなぜなら、肋骨がボキっていう。そうそう。加減でしょあなたの加減次第でしょそうそう。そんなね、勢いよく引っ張らなければいいんですよ。そうか。神谷くんはどんな格好がいいですか？そうそう。その子が似合う格好だったらいいんじゃない？出た神谷さん優等生のその100点回答だってほら、似合わないのに、うん、似合、まあ、ミニスカートが似合わない子ってそんなにいないけど、うん、あんまり得意じゃないのに履いてこられてもね。あ、そうね、パンツが好きなのにってことがあるし、その子が一番。じゃあノーパンでいきましょうか。じゃあノーパンがいいですね。ノーパンなら確かにね、誰にも迷惑はかけないですよね。ノーパンがいいかな。コロコロ間違ったな。違うね、それ違うね。ノーパンじゃないね。まず来れない。ごめん。悪かった。会場に来れない。会場に来れるレベルで。ノーパンの人は、あの、ノーパンにジーパンでもいいけども、ノーパンの人は胸にノーパンですっていう貼り紙を貼っといてもらう。そうすると俺たち見たとあーってなるじゃん。うん。うん、僕らだけじゃないんだぞ、ね、きっと。あーって思うな。みんなだね。あーいいね。スタッフさんもあーノーパン処女って書いておいてもらう。男も来るだろ、このイベント。男は後ろに座らすって言ってんだろ。後ろに座っててもそいつらが絶対おぎんぎになっちゃう。ぎんぎんってなるじゃん。ニヤニヤニヤってなっちゃう。あ、そうだ、男がノーパン、ノーパン童貞って書いてあったらどうする？すぐ出てってもらう。さってやるよ。大体みんなだぞ。ノーパン童貞。さ、さ、さって。小野坂さん、小野坂さんって。夜な、夜な、童貞です。さ、どうですか、どうですか。帰れ、帰れ。どうですか、どうですか、どうですか。どうですか。主張してくるよ、きっと。どうですか。こんなラジオ聞いてる奴らだからみんなバカだぞ、きっと。男なんて特に。オープンだと思う、みんな。確かに。どうですか。厳正なる抽選やってないので、そこどこ外しますわ。厳正なる抽選で。ああ、厳正じゃねえな、それ。どうやら。かなり横島な感じですけど。ささって。ささってね。の権限です。スッと。外します。スッと。大丈夫です。外されませんからね。スッと。ノーって。そうそう。さすさす。さす。ああ。さすさす。なんなんだよ。次行け、次行けっていう。